リアーナは最初の自己紹介の時にコザの魅力を伝えたいということを言ったんだけど、気づいたら何も紹介してないのね。コザお勉強やったりとかしかしてなくて、ただただ大人にいじられて終わってんだけど、初心に帰ってちゃんとねコザの魅力を伝えたいと思います。今日はやっぱり皆さん関心の高いグルメレポートしちゃいましょうかね。一番ね入り込みやすいよね、グルメレポートがね。まずはコザでね、世界一美味しい混ぜ麺屋さんがあるんです。もうね、混ぜ麺屋ケイジローって言うんだけど、私はそこの混ぜ麺が世界で一番大好きなんですよ。で、場所はミュージックタウンを背中にして目の前に麺屋ケイジローって書かれてるんだけど、そこにある温玉混ぜ麺っていう、混ぜ麺が美味しいわけだから、その、ビジュアルっていうものをまずみんなに見ていただきたいんですけど、ドン！これうまいんです。うわー、うまそう。さあさあ食べる、いただきます。これをね、あーもう黄身が、もうこれはまず卵ずるいよね。いやー、まずね食べるときはもうぐちゃぐちゃに混ぜるんだけど、あーいい香り。このね立ち上る湯気わかる？ここでもいい匂いがするんですよ。でね、メンマ、チャーシュー、海苔を気持ちよく混ぜて、あ、もう早く食べたいけどちゃんと混ぜないとこれはダメなんだよ。ベイで、まず混ぜました。はい、それはもう気持ちよく食べてください。半分ぐらい、もう美味しくて手が止まりません。これは半分ぐらい食べるじゃん。食べたら味変ができるわけよ。味変っていうのが、ラー油、お酢、カツオの粉末があるわけです。他にもニンニクとかあるんだけど、ニンニクはね迷惑かけちゃうからね、お休みの日だったらどうぞって感じなんだけど、この私は主にこの3つを使って味変をします。はい、それでは味変をしたいと思うんだけど、まずはお酢です。お酢をぐるぐると2周混ぜてください。そしてその後ラー油、ラー油もぐるぐる2周。はい、そしてこれは粉末、カツオの粉末です。こちらをフリ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 、はい、でその後に気持ちよく混ぜてください。あー美味しそう、美味しそうだな。おいってか、美味しそうじゃないの、美味しいのこれ。もうね、味変するとねまたね違った美味しさがあって、ウェーイダメだ、なにこれ、なに罰、この罰なに、なんだろう、中華系の味になる。ラー油入ってるっていうのもあるんだけど、スーラータンメンとはまた違うすごい美味しさのある混ぜ麺に変身するわけですよ。だから私はもう毎回大盛りで食べる。しかもね、ケイジローはね何がいいってね、大盛り無料なんだよ。しかも学割っていうのもあるの、メニューに。いいよね、最高だよ本当。だから懐にも優しい、心も優しくなる、でお腹も満たされる、最高な麺屋ケンジロー、麺屋ケンジローって名前間違え、名前間違えて、麺屋ケンジロー、ぜひね行ってみてほしい。場所とかもわからんかったら携帯でググって調べれば出てくると思うので、ぜひ遊びに行ってみてね。それではまた屋台。